なんかしたの、タトゥーをね。そうでしょ。本当に入れたの？本当に入れたよ。さあ、始まりました少量チャンネルの翔太です。今回はいつものドッキリを仕掛けたいと思います。今日は何をするかというと、まあ最近寮にも言われるわけです。20代半ばなんだからもうちょっとさ、しっかり大人になってさとか言われるわけですね。俺ももうしっかりしてるんだぞっていうところを見せたいなと思っていて、で今日するドッキリはなんと彼氏がタトゥーをしてたらどういう反応するかをやっていきたいと思いまーす。イエーイ。12秒的なとこはあるんですけど、ここにタトゥーをつけました。似合ってるのかわかんないけど、こんな感じでつけちゃいました。まあ、もちろん本物じゃありません。シールなんですけどね。なので今回これをまあ試してどういう反応するかを観察していこうと思います。ではイエス終了。おかえりー。どうぞ。ビール飲もう。ビール、うん。翔太なんか飲む？うん、もらおうかな。じゃあ何がいい？ハイボール。うん、ここ、あ、でビターって書いてる。お疲れ様。あー、美味しい。あー今日翔ちゃん何してたの？何もしてないの。あ、そうなの。うん、美味しい。ご飯どうしよっかな。でさ、何どうしたの？ちょっとね、話があるの。どうしたの？実は。ん？え、何何？早く言ってよ。なんかしたの？タトゥーをね、え？入れました。そうでしょ？かっこいいでしょ？本当に入れたの？本当に入れたよ。かっこいいかなって思ってさ。なんでそこなの？なんで無視すんの？え、なんで？ちょっと入れたかったからさ。なんかそういうのあんまり好きじゃなくなかった？そんなことないよ。むしろ憧れ。見して見して。だからすごいね。どう？こういうの。いいんじゃない？いい？うん。すごい細かい。何？なんか最近あれなの？おしゃれついてきたの？なんかピアスもさ、最近つけ始めてさ。ピアスは今じゃないじゃん。そんな、だって昨日の夜なかったじゃん。昨日の夜なくてさ、そんなすぐにもう入れられるもんなの？予約したらささっと。どれくらいでできんの？時間。結構時間かかりそうなイメージあるけど。まあでもこんくらいだから1時間くらいじゃない？あ、そうなの？でも結構細かいよ。痛かったな。あ、そうなんだ。そうそうそう。1時間くらいでできるんだね。だってさ、やった後とかさ、やっぱり出血とかするじゃん。ガーゼとか貼ってなくていいの？出血はしなかったな。しないの？最先端技術みたいな感じなの？わかんない、その嘘だよ、だってさ、ちょっと切っただけで血出るよ。なんだ、ハンコ注射。いやでもすごい痛かったよ、痛かった。あ、そうなんだ。ああ、そうなんだ、頑張ったね。でも俺、親知らず抜いてるからさ。ああ、そういうこと？結構そういう痛みは強いと思う。あ、親知らず抜くのとどっちが痛かったの？親知らず。終了。言ったらマスクずれてるよ。大丈夫。うん。あれ絶対シールじゃん。はい、やりました。はい、やりましたね。ここにカメラが。やっぱりね。カメラを発見しました。しょうちゃんの嘘に付き合ってみたいと思います。ひょうにょ、ありがとう。ひょみんちゃん、うん、ちょっと食べよう後で。うん、よいしょ。どう？かっこいいでしょ。いや、似合ってるよ。うん、ありがとう。いいと思う。
そうなんだ。うん。入れたかったんだね。そう。本当は、今後はもっと入れようかなと。例えばどこに？胸に。バルとか。そうなんだ。俺も入れようかな、そしたら。やめなよ。なんでよ。俺に S とか入れて、翔太に R 入れてもらって。え？それはいいかな。じゃあ、少量チャンネルって入れる？いらないよ。やだやだやだ。少量チャンネル。いいよね。痛くないの？痛くなかったな。じゃあ、俺ここら辺とかちょっと入れたいんだよ。いや、なんか柄みたいなやつ。なんかあるじゃん。黒いなんかかっこいい。なんかシューってしてるやつ。あ、羽とかね。そう。もういいんじゃない？こういうね。そうだね。なんかほら、普段は見えないけど、見える人には見えるみたいな。てってーてってれーは？え？どういうこと？てってれー知ってんだよ。なんで？発見したもん。なんで？絶対嘘じゃん。トゥー入れて、もうそんなに綺麗になるわけないもん。わかるでしょ、それは。いや、でもすごくないこれ。どうやってやったの？これはシールで、ちょっとつけたら、すごい。なに、今そんな感じなんだ。わかんないと思う、シールだって、カメラだと。ほんと？うん。ひょにょ。はい。というわけで、今回は、彼氏がタトゥー入れたらどんな反応するかを検証するドッキリでしたー。はい。すぐわかった。残念です。というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思いますドッキリ失敗イエーイ。はい、というわけで気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。今度本物入れてやろう俺が。やだー。